こんにちは、金黒です。動画 SNS 見放題のサービスに総務省が制限をかけるようです。金黒レビューチャンネル。今日新聞各社が報道している内容として、スマートフォンで特定の動画サイトなどを無制限で視聴できるゼロレーティングサービスについて、総務省は通信制限を含めたルールを作るそうです。大勢がスマホでネットに接続して回線が混雑する際に、通信量の多い利用者から順に制限するそうです。このサービスは携帯電話会社が相次ぎ参入しているアプリやコンテンツを提供する中小事業者の排除につながり、回線が混雑したりする懸念も出ているそうです。近く指針案を公表し、年内にも実施されるということです。今日は11月10日なんですけど、年内にも実施するっていうのはあっという間にまた決められるんだと思います。今年総務省は6月に通信キャリアに対して端末代金と通信費用を完全分離して、また端末代金を格安に売ることを規制しています。その法規制も結構大きかって、家族で複数台契約している人にとっては新しいサービスに移行すると通信費用が値上げしてしまうような状況になったり、端末を安く購入する方法っていうのがなくなりました。また今回動画や SNS の見放題のサービスを制限するということは、どうしてもそういうデータ通信量を多く使っているユーザーからすると値上げになってしまうんじゃないかなというふうにも感じます。ユーザーの立場からすると、今時代的には電話というよりもデータ通信で連絡したり、またテキストベースのデータよりもやはり今動画が主流になっていると思います。そういう今後動画がどんどん世の中として発達していくっていうのはもう分かっている状態なんですが、今回こういう制限をかけることによって大手キャリアはまた収益を減らしたり、またユーザーの立場からすると多くデータ容量を使いたい場合は値上げになってしまうと思います。それが公平性とかつながりやすさっていうことにはつながってくるのかもしれませんけど、実際大手キャリアは今後 5G をどんどん整備して、もうデータ容量はかなり多くつながるようにする必要があったり、またユーザー側もテキストベースのものよりもデータ通信を使って動画ベースのものを見たいという方が多くいらっしゃると思います。そういう私の場合だと月3万円ぐらい通信費を払ってるんですけど、ある程度お金を払ったとしても、今回この通信制限によって利用時間帯によってはスピードの制限だったりつながりにくさっていうのがあるのかもしれません。それが民主主義の国家でいいのかっていうことがちょっと感じるんですけど、それが公平性ということなのか、いくらお金を払ったとしても通信制限されるのか、この辺はっきり今のところわからないですが、この新しいニュースについては追っていきたいというふうに思います。今回は総務省が動画見放題のサービスに対して混雑時に通信量の多いユーザーに制限をかけていくっていう内容のニュースをお伝えしました。また新しいニュースが分かればこの YouTube チャンネルで発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。